ブラーフミー文字は初期のブラーフミー系文字の一種である。ブラーフミー文字で書かれた最も有名な碑文としては紀元前3世紀頃の石に刻まれたアショウカオウホウチョクがある。これは長い間ブラーフミー文字の最初期の使用例であると考えられてきた。しかし最近の南インドとスリランカにおける考古学的知見はブラーフミー文字が最も初期に使われたのは 紀元前6世紀前後であると示唆している。年代は放射性炭素法と熱ルミネッセンス法で測定された。ブラーフミー文字は南アジア、東南アジア、チベト、モンゴルのほとんどの文字体系の素である。さらにパスパ文字を通じて朝鮮のハングルにも影響を与えている可能性が高い。ブラーフミー数字は現在世界中で使われているアラビア数字の元になっている。 アショーカ第六宝直の断片ブラーフミー文字は、ほとんどの研究者によって、同時期にアケメネス朝の支配下にあった北西インドの一部で発生したカローシティ文字と同様アラム文字のようなセムゴハの文字から生じた、あるいは少なくともその影響によって生じたと考えられている。しかし、この問題は直接的な証拠がなくセムゴハの文字、カローシティ文字、 ブラーフミー文字の間に解明しづらい相違点が見られるため解決されていない。いくらかの研究者は、ブラーフミー文字がアショーカ王の知性の間に短期間で発明されて、非文のために広く使われたとし、その時にセムゴハの文字の文献から触発されたという見解を示唆している。それと対照的に、一部の研究者は外国からの影響とする見解を否定している。 ブラーフミー文字の最古の使用例は、スリランカの公益都市アヌラーダプラから見つかった、紀元前5世紀初頭の陶片であると思われる。さらに、アーンドラプラデーシュ州のボトプロルと、インドタミルナード州のアディキャナルーアの陶片からより、古いブラーフミー文字の証拠が発見されている。放射性炭素年代測定がそれらは、紀元前6世紀のものであると証明した。 カンヘリーゼックスの石に刻まれたブラーフミー文字最古のブラーフミー文字による秘文を見ると当時のアラム文字と比べて二つの言語間で等かな少数の音素に関して著しい類似点が見られる特に所字方向の変更を反映して文字を反転させると明らかである別の説によればブラーフミー文字はおそらくインダス文字をその祖先として全く独自に発達したこの説は イギリスの学者、G.R. ハンターや、ジョン・マーシャルやレーモンド・アルチンなどが主張している。各種の母音表現、K を表す、ブラーフ・ミー文字と各種の母音表現。ブラーフ・ミー文字はアブギラである。すなわち、各文字は音節を表現する。各文字は、詩音の音下と暗黙に続く母音の音下を保持する。ブラーフ・ミー文字では、随伴母音は A である。 異なる母音を表現するには、元字にダイアクリティカルマークを加える。また、シーンを伴わない母音単独音を表記するための独立した文字もある。パープルや RV のようなシーン連結で始まる音節を表すために、専用の記号が存在する。これらの多くは2つの音を表す文字を組み合わせて作られた結合文字である。 基本その他基本結合文字結合文字の例。連続したシーンを表現するための結合文字は、シーン字を縦に組んで作る。ヤチベット文字などにも継承されたが、デーバナーガリーなどの段階になると横に組んで、結合文字を作るようになる。他のブラーフミー系文字や、フェニキア文字、アラム文字との字型の比較。未解読のインダス文字を除けば、ブラーフミー文字とその姉妹、カローシティ文字が、 インド最古の音素文字の代表である。カローシティ文字は北西インドでのみ使われたが、ブラーフミー文字はインドは大陸全域で使われた。時代を経るにつれ、様々な形式や様式のブラーフミー文字が生まれ、そこから多数の文字体系が派生していった。一方カローシティ文字は最終的に使われなくなり、それに続く文字体系も生まなかった。カローシティ文字と同様、 ブラーフミー文字は、プラークリットの早期の方言を書くために使われた。その使用は、ほとんどが建築物や墓に刻み込むか典礼用の文章に限られた。サンスクリットはこの時点では記録されず、代わりに口述で伝えられ、何世紀も後になってから書かれるようになった。結果として、サンスクリットの音韻論的特徴の多くには、代用する記号やダイアクリティカルマークが、 ブラーフミー文字に存在しないため、ブラーフミー文字それ自身はサンスクリットの記録に適さない。ブラーフミーは南インドグループと北インドグループに対別される多くの異なるアブギダに発展した。時代を経るにつれ、特定の文字体系が特定の言語へ関連付けられるようになり、各アブギダは言語固有の文字体系となった。ブラーフミー文字は、 2010年10月に策定されたユニコードスタンダード6.0で U プラス11000から U プラス 1107F の追加多言語面に含まれる領域に次の文字が収録されている。ユニコードではグップタ文字やその系統のホタン文字、さらにはコタミール文字などもブラーフミー文字に統合されている。ABC ブラーフミー文字と中等の文字体系の結びつきには疑問が持たれている。 ブラーフミー文字の起源を参照。A.B. スブロマニアン、T.S., スケルトンズ、スクリプトファウンドアットエンシェントベリアルサイトイン、タミルナードファット、デラネヤガラ、オンザ、アヌラーダプラファインズインターナショナルユニオンオブ、プリヒストリックプロタヒストリックサイエンシズ、プロシーディングスオブザサーティン、インターナショナルコングレスオブザユニオンオブ、 フリーヒストリックプロタヒストリックサイエンシズ1996ケーニンガムロビンユニバーシティオブブラッドフォードアヌラーダプラプロジェクトハット図説世界の文字と言葉町田和彦新装版81ページ ISBN 978から43億976万2210ブラーフミーブリタニカ百科事典引用 ブラミ、ライティングシステムアンセストラルツーオールインディアン、スクリプツエクセプトカースティ、オブアリマイクデディベーションワインスピレーション、イットキャンビートレイスト、ツーザエースオアセブンスセンチュリービーシー、ウェイントメイハブビーンイントロデュースドツインディアン、マーチェンツバイピープルオブサミーティックオリジン、エーコインオブザフォースセンチュリービーシー、ディスカバードインマドヤプラデッシュ、イズインスクライブドウィズブラミキャラクターズ。 ランニングフロムライトツーレフト。一方、サロモン1998-27から 28P では、マディアプラデーシュ州のエランから見つかった、紀元前4世紀のコインのブラーフミー文字が、アラム文字のように右から左へ記される。古代の文字は、多くが書く方向が不規則的だったと記述されることを、指していようか。AB サロモン1998 ピアニッシモ、18から24、サロモン1998、P19 から21、ウィズ・フットノッツ、アネット・ウィルク・オリバー・モーボス2011、P194、ウィズ・フットノット421、ハンター、GR、ザ・スクリプト・オブ・ハラッパ・モヘンジョダロ、アンド・イッツ・コネクション・ウィズ・アザー・スクリプツ、スタディーズ・イン・ザ・ヒストリー・オブ・カルチャー、ロンドン、K ポール、トレンチ、トラブナー、 http://uftc.ufl.etu-00013642-jon-marshall, Mohenjo, Daro and the Industrialization, Being an official account of Archaeological Excavations at Mohenjo, Daro carried out by the government of India between the years 1922 and 1927 アジアンエデュケーショナルサービス P 四百二十三 ISBN 九百七十八から八一二ゼロ六一一七九五 HTTPS スラッシュスラッシュ books.google.com スラッシュ booksID=Ds イコール、DS、ヘイゼスティーキシー四シアンド、ピコグラムイコ =Da 四百二十三引用ラングダン。オルソサジェステッドザトザブラフミスクリプトワズディライブドフロムザ インダスライティング、グッティ、ジャック、ザ・インターフェースビトウィンザ・リトゥンザ・オーラル、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ、301-302、ありがとうございます。